今夜も定番のガパオライス。テレビは持っていないから、食事は YouTube を見ながら撮ることが多い。それもあって大きめのテーブルを買った。今日は休みで散髪をしてきた。1000円カットだ。昔は髪型を気にして4,000〜5,000円する美容院に行っていたけど、気にするのをやめたら気楽になった。唐辛子の塊を食べてむせった。ウーロン茶を取りに行く。ニトリで買ったコップ、休日の夜はこんな感じでほぼ自炊だ。お風呂の電球が切れていた。電球を買いに100円ローソンに行く。ギアなしのママチャリに乗っている。袋は大丈夫です。ありがとうございました。110円、はい、ちょうど。冬場は湯船に浸かることが多い。同僚にバスキューブをもらった。香りはローズマリーだ。湯船に浸かりながら本を読むのが日課だ。仏教系の本を読むことが多い。最近読んだのはスマナサーラ長老のブッダが教える意志力の鍛え方と、呉友房さんの継ぎはぎ仏教入門だ。私たちが感じている苦しみは自分の外からもたらされるものではなく、自分の内側で作り出されたものであるという教えが僕にはしっくりきた。あくまで僕が感じている苦しみの場合だ。スキンケアにワセリンを使う。良くないと分かりつつお湯シャワーを顔に当ててしまう。洗顔料は使っていない。時々お香を焚く。香りがあるとなんだか落ち着くから、バニラとかココナッツ系が好きだ。ここ最近の夜はこんな感じで特に何をするわけでもない。
寝る時間は日によって変わるけど、深夜2時から4時の間だ。睡眠時間は平均5、6時間ぐらい。頭痛、肩こり、風邪の引き始め、そんな時は寝る前に葛根湯を飲む。就信。